移転対象の仙台赤十字病院がある太白区の八木山市民センターで開かれた説明会には住民92人が参加しました説明会では県の職員が赤字が続く仙台赤十字病院と県立がんセンターを統合し名取市に移転することで救急医療体制の強化を目指すなどとして理解を求めました 医療政策、福祉政策、その根源に触れた話では全然ないです、目の前のコストカットだけの話。通院院しててる人たちは、ね、日赤病院を命ずだと思ってますよ県は、病院側と今年度中の基本合意を目指していて、今月23日にも、東北労災病院がある青葉区大野原地区で住民説明会を開催します。